クムは激しく抵抗してます。だけど、お父さんは、お父さん国王様は、国王様はちゃんと噛んで食べるような感じですね。後ろにいるやつが、チビタさんですね。でも国王様は、今日は、機嫌が良いため、餌は、大胆不敵にクモを食べてます。上から眺めましょうか。上から眺めとしたら、ちゃんとライト付きでやんなきゃな。こうやって、今日はこんな、に美味しいものを手に入るとは結構喜んでます。だけどこの子は喜んでないかな。おいしいよね、があって。まあまあって、しょうがねえな。僕も食べたことないか分かんないな。じゃあ、あと、完食するまで待ってますからね。じゃあ、またねー。電気つけてほしかった？ぼやけちゃうんだよね。電気つけちゃうと。まあ、見えないな。おいしいんでしょうね。お口頬張って。まあ、あまり無理しないでな。な。無理しないでね。誰も取ったりしないよ、そんなことやったら。ね。こっちにいるからね。ダメだよ、人の餌取っちゃ。ダメだよ。食べ物の恨みが怖いんだからね。今日は機嫌よくて結構、なんか普段の僕みたいな感じだな、この子は。ごめんね、大きくて。無理すんなよ、あまり。無理して喉詰まらせちゃダメだからね。あまり土をまいちゃダメだからね。掃除するのめんどくさくなっちゃうからね。分かってるでしょ？これ普段のだらしがないポーズじゃなくて普通のポーズです。ヤモリってこうやってポーズしてね、ガとかクモ、バッタ、ゴキブリなどを捕食しております。まあこんな感じで取られてる気持ちはわかるんだけど、うちのヤモリはおかしいんですよね。頭上性じゃなくて、この子たちは地下性になってるんですよね。地下アイドルなんだよね。ね、地下アイドルじゃないって？じゃあ何？欅坂？乃木坂？それとも AKB なのかな？まあ、喉詰まんない、詰まらせないでよ、ちゃんと。ねえ。聞いてる？大きいからって あんまり無理しちゃダメだよ。
まあ、尻尾挟むよ、そうやってやってると。持ってちゃうんかい。どこに持っていくの？こうやって相手に見せびつけてやるっていうことは嫌がらせの一つですね。これ俺が取ったんだぞって言って感じですか？あんまり下に置くとね、みんなに 奪われますよ。ね、ね、お父さん。今日お父さんあれ、が食べたんでしょ？ね、が食べたんでしょ？